今回は西の30万人台県庁所在地対決をお送りしていきます。奈良市 VS 大津市 VS 高知市 VS 那覇市。西日本の人口30万人台の県庁所在地4都市の実力が気になりました。論より証拠の10連戦で検証していきます。1試合目、15歳未満人口比は那覇市が高い。製造業現金給与総額は大津市が強い。農林漁業売上は高知市が圧勝。小売業年間商品販売額は高知市が強い。金融保険業売上は那覇市が圧倒。医療福祉売上は高知市の圧勝。高知市の圧勝、2位は那覇市。2試合目、ゴミのリサイクル率は奈良市が高い。小売業年間商品販売額は高知市。卸売業年間商品販売額は高知市。財政力指数は那覇市が高い。建物火災の少なさは大津市。製造品出荷額は大津市。大接戦を制したのは奈良市。2位は大津市と高知市。3試合目、農業講師は高知市の圧勝。小売業年間商品販売額は高知市。農業畜産は高知市。建設業売上は高知市。製造品出荷額は大津市。建築工事費は那覇市が多い。高知市の快勝、2位は奈良市。第3試合終了時点の順位、1位は勝ち点3、2位は勝ち点2、3位は勝ち点1、4位は勝ち点0で計算していきます。序盤戦は高知市が好調です。4試合目、製造品出荷額は大津市。実質交際比率は大津市の圧勝。農業講師は高知市。昼間人口比は那覇市の圧勝。課税対象所得は奈良市。製造業現金給与総額は大津市。大津市の勝利、2位は奈良市。5試合目、課税対象所得は奈良市。卸売業年間商品販売額は高知市。教育学習支援業売上は大津市。農業産出額は高知市。建築床面積は那覇市。小売点数は那覇市。接戦を制したのは奈良市と高知市。第5試合終了時点の順位、高知市と奈良市が優勝争いです。大津市と那覇市は巻き返したいところですが、どうなるでしょうか。6試合目、15歳未満人口比は那覇市。製造業アラフ価値額は大津市。昼間人口比は那覇市。加重地人口密度は那覇市。製造品出荷額は大津市。製造業従業者数は大津市。大津市の快勝、2位は那覇市。第6試合終了時点の順位、高知市が首位を堅持しています。7試合目、小売業年間商品販売額は高知市。卸売業従業員数は高知市。地方税は奈良市。飲食店数は那覇市。製造業現金給与総額は大津市。小売業売り場面積は高知市。高知市の快勝、2位は奈良市。第7試合終了時点の順位、勝ち点3ずつ差がつく展開です。8試合目、製造業現金給与総額は大津市。経常収支率は大津市。ゴミのリサイクル率は奈良市。小売業売り場面積は高知市。製造業アラフ価値額は大津市。建築工事費は那覇市。接戦を制したのは大津市。2位は奈良市と高知市。第8試合終了時点の順位、高知市が首位のは残り2試合です。9試合目、建築床面積は那覇市。卸売業従業員数は高知市。加重地人口密度は那覇市。小売業年間商品販売額は高知市。製造業アラフ価値額は大津市。出生数は那覇市。那覇市の快勝、2位は大津。第9試合終了時点の順位、大津市が2位浮上、奈良市が3位転落。次は最終戦です。最終戦、建物火災の少なさは大津市。財政力指数は那覇市。複合サービス業売上はデータ不足。製造業アラフ価値額は大津市。加重地人口密度は那覇市。宿泊飲食業売上は那覇市。那覇市が大津市に生活。全10試合の最終結果が出ました。高知市勝ち点18、大津市勝ち点17、奈良市勝ち点16、那覇市勝ち点13。結果的に勝ち点20にもポイント100にも到達しない対戦項目運に左右される実力格中の勝負になった感がありますが、4回1位の高知市が優勝、3回1位の大津市が2位となりました。2回1位の奈良市が3位、同じく2回1位の那覇市が4位です。最後まで見ていただきありがとうございました。よろしければコメント、高評価、チャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。